2700系機動車は、四国旅客鉄道が2019年から、都佐シオ鉄道が2020年から、所有、運用する特急系機動車である。1989年に開発された、同社2000系機動車の置き換えを目的として、製造された車両である。もともと2000系機動車の置き換えには、 車体系車装置に8600系電車同様の空気バネ式を採用し、構造の簡素化により、メンテナンス費用の軽減を目指した2600系、機動車を開発し、量産化して投入する予定であった。しかし、2017年に製作した2600系、先行試作車を用いて、走行試験を行ったところ、特にカーブが連続する区間を有する、土産線において、 空気バネ制御に用いる空気容量の確保に課題があることが判明したため、2600系の量産化は中止とし、代わりに2000系同様の制御付き自然進士装置を採用して2600系をベースに再設計、製造されたのが本形式である。振り子式車両の申請は2008年の JR 九州883系電車の増結用、中間車以来11年ぶり。 新系列に至っては2001年の JR 西日本キハ187系機動車以来18年ぶりの登場となった。2019年1月に先行試作車2両編成2本が川崎重工業車両カンパニーにて製造された。同年1月23日に多度津工場にて2752から2702の2両が報道陣に公開された。 同年7月より量産車が登場し、8月6日の高徳線運用開始以降、土産線など使用線区を順次拡大している。優れた技術を継承するとともに、現在の特急車両としての技術や設備を備えた完成度の高い車両であることが評価され、第60回ローレル賞を受賞した。JR 四国の車両としては1990年の 第30回表彰で2000系機動車が受賞して、以来30年ぶり3度目の受賞となった。車体の基本構造は2600系を踏襲し、ステンレス製でレーザー溶接を用いて組み立てられた。車体傾斜方式を変更し、傾斜角が大きくなった結果、2600系に比べて、車体の裾の絞り込みが大きくなった。裾の絞り込みによって、 窓側の座席の足元が狭くなる問題があったが、空調機器の配置を見直すことである程度の確保はされてある。エクステリアデザインもむね 2600K を踏襲し、日本の伝統衣装をアレンジしたネオジャポニズムをコンセプトとする。本車両が岡山県、香川県と徳島県、高知県を結ぶ特急列車に充当されることから、 徳島県の阿波踊りや高知県のよさこい祭りの情熱を表したディープレッドをベースに吉祥の伝統配色である赤と金を配する一方で新たに香川特産のオリーブや岡山のマスカットをイメージしたグリーンのラインをそれぞれ配色している。車両システムや電気機器、サービス設備も車体系車装置を除いて2600系とほぼ同様となっている。なお、2000系。 2600系との総括制御は不可能である。JR 四国2700系特急型機動車 S、DT70 台車2000系機動車と同様、制御不自然振り子装置を採用するが、振り子機構は2000系の殺ロ式から8000系電車の試作車で採用されたベアリングガイド式に変更されている。最大傾斜角度は2000系や8000系と同じことと、 なり、2600系の2度より大きくなっている。台車は、2017年度から2000系の台車を置械換に、使用されている SDT69 型をベースにした、空気バネボルスタレス台車 SDT70 型で、軸箱支持方式は、コイルバネ円筒積層ゴムを用いたウイングバネ式。地上データを各社に搭載している TC 装置に保存しており、ATS 地上信によって、 自社の位置を補正する。この地点検知にエラーが発生した場合でも、自然紳士となり曲線通過速度を低下させることなく、走行可能である。また、紳士設定可能駅を追加し、地点検知エラーの際にできるだけ早く復帰できる、しようとしている。JR 四国2700系特急型機動車エンジン SA6D140。 HE-22600 系機動車と同じ小松製の環境対応系ターボアフタクーラー付き直列6気筒エンジン SAA6D140HE-2 型を各社に2機搭載する。最高運転速度は時速 130km。ただ熱交換機は車体傾斜方式の変更に伴う床下偽装スペースの減少によって形状を変更し、 巻き込み風の低減を図るための車風板を取り付けた新型を採用している。期間、排気ブレーキ併用の電気指令式空気ブレーキを採用。常用ブレーキ、非常ブレーキ、直通予備ブレーキ、耐切ブレーキ、そもそも即ブレーキ、救援ブレーキの6系統を有している。山間部を走行することを考慮し、連続する下り勾配での製林後の摩耗低減のため、 そもそも即ブレーキでは、機関ブレーキを併用している。客室内の設備などは2600系を踏襲している。屋根高さの低減の影響を極力小さくできるよう、可能な限り天井高さを確保し、二棚スペースを確保している。室内は、デッキの扉面やシートモケットに伝統文様をアレンジしたデザインを施し、徳島が育んだジャパンブルー。 高知から望む太平洋のオーシャンブルーを使用している。座席は基本2600系を踏襲しているが、車体形状の変更により、細部の形状を変更した。座席周りはフットレストを撤去して、足元を広く取るとともに、可動式枕を撤去し枕部のクッション性を確保している。客室照明は2600系と、同タイプの LED 照明を用いた。 間接照明とした。インバウンド需要を見込み、公衆無線 LAN サービス、JR 四国無料公衆無線 LAN サービスにも対応している。また、スマートフォン等の普及に対応するため、全席にコンセントを設置している。セキュリティ強化を目的に、各車両の客室及び出入り口に防犯カメラを設置した。JR 四国2700系。 特急型機動車渦しを2706プラス27562019年9月25日、列車は2700型と2750型で、蘇生される二両編成、および二両編成の徳島、すくも型に2800型を増結した三両編成で、構成される。2000系と異なり、全車が、運転台、トイレ付きである。量産線校車は、 高松運転所に配置され営業運転を行っている。量産車の投入も進んでおり、2020年7月現在32両が高松、高知の各運転所に配置され営業運転を行っている。当初の予定では2020年度までにグリーン席付け車両を含め40両程度を投入するとしていたが、うち16両が2019年度に投入され、 2020年度中に23両追加して合計39両となる予定である。なお、直通運転のある土佐路塩鉄道も同形式を2両購入予定であるため、2020年度までに合計41両が投入される予定となっている。2019年7月29日、先行的に8月6日以降の一部日程で高徳線の特急、 うずしお4を往復に投入し、9月3日以降は、土産線の特急、四万と、足ずり角一往復にも投入後、9月28日より、特急、南風、四万と、足ずり計往復及び、うずしお7.5往復を置き換える計画が発表され、8月6日に高松駅で出発式が行われた。2020年3月25日から26日にかけて、 川崎重工業兵庫工場から高松まで8行が公主輸送された。このうち2803と2804はカラーリングが省略された状態で輸送された。2020年7月18日に運転本数が拡大され、特急南風が全28本中6本から18本、特急シマントが全10本中2本から4本、特急足ずりが 全16本中2本から4本、特急、渦潮が、全33本中15本から23本となった。このうち、特急、渦潮については、全33本中31本が2600系、または2700系による運転となり、N2000 系を完全に置き換えた。また、特急、南風については、工述の通り号往復が、土産線、 アンパンマン列車として運転されるようになった。1日3往復に充当される A パターンと1日2往復に充当される B パターンがあり、2編成がそれぞれ確実で交互に運転される。2020年7月29日から31日にかけて川崎重工業兵庫工場から高松まで給料が公衆輸送された。 このうち2730と2780の2両は、車体に JR マークがなく、車番も30番台に区分されている。これらの2両は土佐黒潮鉄道保有の車両となった。2021年3月13日のダイヤ改正で、残る南風、四万戸の全列車と、足ずり5 1 4号が2000系から置き換えられた。土産線赤ヤンパン1ン列車。 土産線黄色いアンパンマン列車2020年3月30日に行われた JR 四国の社長記者会見で土産線で運用されている2千系アンパンマン列車の後継として4両編成2本をアンパンマン列車として投入することが明らかにされた赤色を貴重のニコニコをテーマとした土産線赤いアンパンマン列車と黄色を貴重のキラキラをテーマとした 土産線黄色いアンパンマン列車の2編成で、座席や内壁、天井にアンパンマンのキャラクターが描かれた、アンパンマンシートは2800系の普通車部分に設定される。土産線赤いアンパンマン列車は2020年7月13日付で、土産線黄色いアンパンマン列車は同年7月14日付で、それぞれ多度津工場でラッピングが施行された。 これらの2編成は2020年7月18日から運用が開始された。JR 四国所属車とさ黒潮鉄道所属車とさ、黒潮鉄道2700系機動車に関するカテゴリー、ありがとうございます。